1995年だったと思うんですけれども、私の方に手紙が来まして、地球憲章を作成することを考えていると。で、ブレインストーミングのミーティングを開くから、オランダのピースパレス、ハーグですよね、ハーグのピースパレスに集まるようにという手紙をもらったんですね。で、私はその時現職の国会議員でしたけれども、ちょうど夏でもあったし、どうしても出席したかったので行きました。日本人は私と2人だ、あ、もう1人、高橋先生っていう方がいらしてたんですが、その中で私としては、ブレインストーミングっていろんな人がいろんな意見を言うんですけれども、私はどうしても入れてほしかったのは、戦争が最大の、なんて言うんでしょう、環境破壊だということを強調したことと、それから日本のやり方、日本の戦後の復興のあり方を見ていると、自分たちがやることは OK なんだけど、よその方に、人にやられると非常にセンシティブなような、そういうことがよくあったものですから、だからグローバルフェアネスということをぜひ入れてくれるようにと。つまり自分がされたくないことは人にもしないと。それが非常に大切だと思いましたので、それを入れてもらいます。で、他のいわゆるその生物多様性を大切にしようとか、分かち合いとか、そういうことはもちろん大賛成で、で私はその日本を代表してて勝手に出てきたわけですけれども、これを日本の人に伝えなくちゃならないと。そうすると英語では伝わらないので、それをまず翻訳したんですね。そしてその翻訳をなんていうのかしら、そういう地球憲章委員会みたいなのを作って、でそこでみんなにブレインストーミングしてもらって、でいろんな意見をまた入れて、そして本部に送り返すと、そういうプロセスをしたんですね。で、それから5年経って3年経って1997年にリオプラス5があったんですね、リオデジャネイロで。その時にまた集まっていろいろ揉んで、素敵なドラフトになったなと思ったら、それもまたこれはモーリー・ストロングさんが、これはピープルスチャーターだから、もっとを広く人々の意見を取り入れなきゃならないと、そういうようなことで、また振り出しに戻って翻訳をして、でみんなに見てもらって、で最終的に地球憲章が世界的なレベルで公認されたのが2000年の、3月パリのユネスコを会場にして、それで決まったんですね。で今度それが2000年の6月にミレニアムイヤーということで、オランダのハーグのピースパレスで、これが女王ご臨席のもとにみんなでこれで行こうということになって、でそれからまたそれを日本に持ち帰って翻訳したり、いろんな方にサポートをお願いしたり、日本ですから割合有名な人が梅原先生とか、いろんな有名な学者とか文化人、作家、そういうような人たちがなるべく多く賛成していただくように、だから本当に簡単に皆さん名前を貸してくださって、100人ぐらいすぐ集まって、そういうところまではうまくいったんですけれど、それから今度はシグニチャーを集める、署名を集める運動も一部やりましたけど、何せ私も仕事を持ってましたし、それからやっぱりこうアイデアを出すことと、それからオーガナイズして大きなムーブメントにしていくのとはまた違うんですよね。でそこのところは十分やりきれてないんですが、パンフレットを作りまして、地球憲章の日本語版を作り、そしてできるだけ多くの人にばらまくようにしています。でその他地球憲章をベースにしたミュージカル
をやろうっていう話があって、それにも参加したりして、まあ細々とですけれども地球憲章は日本で、ただ正式に私は教科書にならなくても受験の問題なんかになるといいなと思ってね、みんなで話したりしてたんですが、まあいろんな形でいい英語ですからね、それが試験の時に使えられるっていうとみんな必死に覚えるじゃないですか。そういうことも考えたことありますね。うん、